カクテルの世界大会でチャンピオンとなった経験のあるバーテンダーが昨日宇佐市を訪れ、麦焼酎の魅力を語りました。3和種類の施設を訪問したのはアメリカを拠点に活躍する漆戸正弘さんで、バーテンダーの国際大会で数々の受賞歴があります。普段から麦焼酎イーチコを愛用していることがきっかけで今回の訪問が実現しました。漆戸さんは3和種類の従業員たちにイーチコを使ったハイボールなどを振る舞い、世界でも通用する魅力があることを訴えていました。